あ、見る？見ます見ます。えらい。私も見ます。えらい。見ます？見ない。別れた。そうだね。SOD に言えばもらえるけど、どうせだったら買って売り上げに貢献しようかなと、自腹で毎月買って自分の作品を、うん、でまあ見て、まあ、なんか反省してます、自分のやつ見て。反省することなくない？でも結構、あ、このアングルから撮られると私こういう顔になるんだとか、あ、ここで潮見たのに全然見えてないじゃんとか、なんかそういうのとか あるよね。なんかさ、カメラ的にさ、うん、絶対今の映ってないみたいな、そう、絶対今の映ってないタイミングみたいな、そう、めっちゃあります。私もあるよね。いまだあります。そういうの見て反省してます、一人で。一人で見てる？一人で見てます。一人で家でこうやって、ダウンロードして見てますね。研究熱心だね。ハミちゃんは？私も同じ感じで家で見て、その角度、なんか、あ、前作太ったなとか思いますし、なんかすごい目つぶってるなとか、次ちゃんと目をもっと開けようとか、もっとこう相手の顔を見ようとか、うん、なんかそういう勉強みたいな感じで見てます。なんで見ないんですか？なんかね、私一番最初デビューした時の2年間は見なくていいよって言われてたの。なんか多分何でも影響受けやすくて、あ、もう界面からより吸収する。でも真面目だからですよ、多分小池さんが、うん、真面目だから多分、うん、言われると、あ、やらなきゃみたいになるなのかな、うん、だから見なくていいって言われて見てなかったの、うん、でも2年経ってそろそろ見てもいいかもね、それこそ勉強のためにですね、1本もらったからお家帰って見たんだけど、反省すること全然なくて、なんか私頑張ってるよ。言われてるものに似たエロ漫画を買って、あの、セリフとかを盗めないかなと思って見せたりします。確かにエロ漫画は隠語がすごい豊富なの。そう、もう私参考書って読んでんですけど。確かに、確かに表現がすごいもん、ね、このセリフとか、あ、なんか使えるわみたいな、ちょいちょいパクってそのまま使ったりとかしてます。ちゃんとさ、自分のを見たりとか、こういろんなものを見て自分の引き出しを増やしてると、こう作品がさ、どんどん良くなっていきそうでさ、なんか良さそう、違いが出そうだよね。うん、なのかなと思って、一応なんかそれアピールしてます。勉強してますみたいな。アピールして、ゆるなんかちょっと許してみたいな。それでも富士さんはできてるのがすごいな、うん、逆にできてるのかもわからないよ、うん、ないないから。あんなそこまで考えながら撮影をしてないかもしれない。プロだからうまいこと可愛く撮れてるっしょみたいな。こういうライト、リングライトあるじゃん、この周りに光ってるフォトみたいなやつ、あれついてるだいたい可愛く確かに、漏れてる光で漏れてるよね。私逆に後ろとかに来た時ちょっと顔サボったりします。わかるわかる、めっちゃわかる。わかる。あの、今お尻撮ってるなとか、なんかケツ後部の方撮ってるなと思った時は、ちょっともうなんか顔、表情筋休めるみたいな。すごい。めっちゃわかる。ドリンクタイムしてるのに。想像しちゃうよ。戻ってきたら、ちょっと、あーって言いたい。最近やった役柄とかあります？最近めっちゃ上司とか、あ、そういう系が多いかも。先生とか、うん、だからこの声のトーンだと怒られちゃうから、あ、ちょっとテンションを下げて大人な声の出し方を最近修行してる。めっちゃ怒られるんだよね、大人の役ですちょっと下げてください。そうなんだ、下げてください、やめてくださいじゃないでしょみたいな。地上るっていうの。いい子だね。
おじいさんが4人と私1人で4対1 4対1で、なんかまあそう4人、まあ、役割あるじゃないですか、まあ、うん、舐める方と入れる方と、ああ、誰が誰か分からなくなるみんな同じ同じおじいちゃんだけどみたいな、誰だっけみたいな結構すごい大変でした。それで演技がくじけたのはありますね。難しそう、あ、ないもんね、そんなね。そうなんですよ、帰省しておじいちゃんたちを縮るそう自分から行かなきゃいけないから難しいよね。そうなんですよ、おじいちゃんが誘導してくれたらおかしいもんね。そうなんですよね、これを舐めてから、そう、ここじゃによって変わるみたいですね。